ドジャースの大谷翔平投手30が28日日本時間29日、本拠でのオリオールズ戦に1番 DH で先発出場。史上2人目の42-42を達成した。5回無失一塁の第3打席で1ゴロを放ち、一塁走者のイーヘルナンデスが2塁封殺。大谷が一塁に残った。大谷は次打者ベッツの初球ですかさずスタートを切り、2盗に成功。今季42盗塁目とした。本塁打と盗塁の最高記録は1998年アレックス・ロドリゲスの42本塁打、46盗塁による42-42。大谷は本塁打をすでに42本を放っており、A ロッドに続く42-42を達成した。大谷とデコピンにとって特別な日に打って走って大暴れし、スタンドをさらに盛り上げた。今日の大谷は打つ方も走る方も絶好調ですね。もう1本ホームランが出れば最高です。こんなに活躍するのであれば、毎回デコピンには頑張って出場してほしい。42-42ってすごすぎる。あっさり42-42達成すごすぎる。この勢いで45-45を期待しています。40-40達成からたったの4試合目で、前人未到の43-43に王手ですね。まだ8月ですがどこまで記録伸ばすんだリアルに50-50ありえるぞ。大谷さんはスライディングがめちゃうまいよね。42-42は細かすぎるが単体でもすごい記録だ。どこまで伸ばすのか本当に楽しみ。これは野球の常識をこれからも遥かに超えるね。盗塁ってこんなに簡単だっけって混乱してしまう。このペースでいけば50-50いけますね。これマジで50-50ありえるかも。あっという間に揃えちゃったね。本塁だと、塁に出ないと走れない盗塁の50-50は厳しいかなと思っていたが、いっそうな感じだな。本塁打王も取れるだろう。8月はスランプと言われていたけれど終わってみたら月間最多盗塁だし、ホームランも2桁とは、本当に恐れ入ります。本当に50-50を達成しそうな感じがしてきた。盗塁の成功率がイチローより高いというのは、本当に驚き。前人未到の45-45も射程に入ったね。なんとかシーズン終わるまでに50-50を見たいね。ホームラン打ったし、とりあえず走っておくか。って感じが心地よい。